宮城県総合運動公園。宮城県総合運動公園総合体育館。メインアリーナの入り口は南側2階にあり、メインアリーナとサブアリーナの間にある中央スロープを登って到達する。入り口がある南側から見たメインアリーナ。ガラスの最高設備と芝生の下にトレーニングルームとプレールームがある。北側から見たメインアリーナ。 宮城県総合運動公園総合体育館は、宮城県総合運動公園内にある県営の体育館。仙台市都心部から見て、北東郊外の陸町にある。愛称は、グランデ21総合体育館。ただし、道館の入り口には、宮城県総合体育館と掲示されている。命名権導入により、 積水ハイムスーパーアリーナが投資説を指す際に優先して使用される故障となっている。県民の森に隣接する地に2001年新世紀宮城国体に合わせて作られた宮城県総合運動公園内の体育施設の一つ。2007年の総合体育館の利用者数は約71万人でグランディ21全体の利用者数の約7割を占める。また、 仙台市体育館の利用者数と比べて2倍以上の集客力を持つ。本来は隣り合うメインアリーナとサブアリーナの計二棟の体育館の総称がグランディ21総合体育館であるがグランディ21総合体育館はほぼメインアリーナの名称として通用しサブアリーナを指すときはグランディ21総合体育館サブアリーナと言われる。サブアリーナは B リーグ、仙台89アーズの練習コートの一つ。仙台都市圏には満単位の収容力がある屋内施設がない。収容力が大きい屋内施設は、総合体育館、メインアリーナ、仙台市体育館、ゼビオアリーナ仙台、仙台サンプラザくらいしかなく、ライブスペースとしては、夢メスセミヤギ、アクセル程度しかない。そのため、著名な歌手などが、 国内拠点都市のみでアリーナツアーを行う際、総合体育館、メインアリーナの収容力では、公演1回のみで全てのチケット購入希望者を満足するほどの座席数を用意することができず、結果的に公演を2回行うことがしばしばである。それでも東北地方内では最大級の収容力があるため、頻繁にコンサートが開かれており、仙台都市圏の重要な集客施設として、 機能している。仙台駅からの車での所要時間は40から50分。東北本線、利府駅からは路線バスで20分。著名歌手等がコンサートを行う際は仙台駅東口からシャトルバスが運行されることが多い。2007年4月1日から2009年3月31日までは株式会社ホットハウスが 年間2030万円の2年契約で命名権を買い取り、総合体育館全体をホットハウススーパーアリーナと解消した。同時にメインアリーナも施設全体と同盟のホットハウススーパーアリーナ都市、サブアリーナはホットハウスサブアリーナと解消された。世界金融危機による景気悪化の影響を受け、ホットハウスが命名権契約の更新を断念したため、 新たな命名券購入者の募集が行われた。これに、積水ハイム東北が応募し、年間1000万円で2009年4月1日から3年間の契約を結んだ。ただし、4月1日から6月30日までに、開催予定のコンサート等が、開催施設名を、ホットハウススーパーアリーナとして、すでにチケット印刷や広告をしているため、この間は、 本来の施設名が正式名称に復帰し、7月1日から、積水ハイムスーパーアリーナに改称される。この措置に対応し、契約1年目の命名権料は2年目以降の3、4相当額となっている。なお、ホットハウスによる命名では、メインアリーナとサブアリーナの両胸に別々の名称が付与され、公式略称も設定されたが、積水ハイム東北による命名では、 詳細が明らかになっていない。ただし、7月1日以降に開催されるサブアリーナでのイベントでは、積水ハイムサブアリーナで案内されている。メインアリーナとサブアリーナは1階の高さでつながっているが、その接続部の上にどもりされており、芝生が植えられている。メインアリーナの入り口は南側にあり、中央スロープを上がった2階から入る。サブアリーナの入り口サブアリーナ。 芝生の下にトレーニングルームがある。ありがとうございます。